もうね、これは一つにつきます。それは根本の要因に対処できていないからです。もうこれがね、もう最重要と言っても過言ではないですね。根本的な要因に対処さえすれば、僕はそのうつの治療ということだけではなくて、いつからでもどこまででも人って変わっていくことができるっていうふうに考えてるんですよね。そう。それだけ心の技術とか知識っていうのは、人の人生を変えるすごい力があるんですよ。こんにちは、タケです。今回は、適応障害が治らない人の共通点というテーマで話をしていきたいと思います。休養も取っている、お薬も飲んでる、カウンセリングも受けてる。でも、適応障害やうつを繰り返して、職務に復帰することができない、仕事をすることができない。もう、ネガティブな私を変えることはできないんだろうか。もしこんな風に悩んでいても安心してください。今回の動画を見ることで、なぜ適応障害やうつを繰り返してしまうのかという理由と構造がわかります。それだけではなくて、どうすれば根本的に克服できるのかというところまでお話ししていきます。適応障害やうつの悩みを本質的に克服するという経験を通して、自分を変えていきたい、本当に信頼できる、何でも話せるような一生ものの仲間が欲しい、仲間と一緒に切磋琢磨しながら、苦しいことも嬉しいことも共有しながら、毎日やりがいを持てる人生を実現していきたいと思っている方は、今回もかなり貴重な動画になっていると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい。では、なぜそもそも適応障害やうつを繰り返してしまうのかという理由を一緒に理解していきましょう。もうね、これは一つにつきます。それは根本の要因に対処できていないからです。もうこれがね、もう最重要と言っても過言ではないですね。じゃあ、そもそもあなたは適応障害と言われた時に正しいと言われている、効果的と言われている、いわゆる治療、対処方法というものを知っていますか？これは3つあるんですよね。その3つというのが、職場であったり人であったり、ストレスの要因から離れて休養を取ること。これが1つ目。2つ目はお薬を飲むこと。3つ目はカウンセリングを受けること。この3つというふうに言われています。強いてあげるとすると、環境を変えるということも挙げられるかもしれません。でね、あなたももしかしたら経験あるかもしれないんですけど、じゃあこの3つの対処をしていったら、あなたはどうなりましたか？もちろん病院に通わなくて良くなったり、もう何も問題なく復職とか転職ができたっていう方もいらっしゃると思うんですよ。でもそんな方も根本に対処できているのかというと、そうではない場合もあるので、必ずこの動画は最後まで理解してほしいんですけど、じゃあなぜこの正しいと呼ばれている、効果的と呼ばれている方法に取り組んでいるにもかかわらず、適応障害やうつが治らないのか、なぜうつを繰り返してしまうのか、皆さんわかりますか？と言いつつも、これどのくらいの人が適応障害うつを繰り返してしまうのかということも気になりますよね。これはですね、5年以内を目安に約 40% ほどの方は適応障害を再発したり、うつ病に悪化したり、他の精神疾患に移行するというようなデータがあるんですよね。で、うつ病の場合は2回目を繰り返す確率というのは 60% ほどというふうに言われていて、これもいろいろ統計があったりするんですけれども、厚生労働省のデータでは3回目を繰り返してしまうと約 90% の確率でまた次を繰り返してしまうっていうデータがあったりもするんですよね。つまり3回繰り返してしまうと一生向き合い続ける可能性もある、一生治らない可能性も数値上ではあるということです。もちろんこれも一つのデータなので絶対そうだよと言いたいわけではないんですけれども、一つの指標として適応障害と言われた方は5年以内を目安に約 40% ほどの方が再発をするということがデータであったり、うつを繰り返す確率なども一つのデータとして出ているということです。でね、このデータを元に僕が伝えたいのは、例えば皆さん、受験ってあるじゃないですか。受験って偏差値があって、合格の定員が決まっていて、倍率みたいなものが出るじゃないですか。でね、確かに倍率100倍とかってなったら、うわ、すごい狭きもんだなって思いますよね。でも、倍率が100倍であろうと1000倍であろうと、結局受かる人は受かるんですよ。つまり、倍率という一つの数字、偏差値という一つの数字が、全く通用しない場合もあるということです。今の例から何を伝えたいのかというと、確かに、一つのデータ上では、5年以内に 40% ほどの方が繰り返すとか、うつを2回目 60% の確率で繰り返すとか、3回目繰り返したら 90% の方が繰り返してしまいますよっていうようなデータはあるんですけれども、このデータというのは、例えば休養に取り組んでいたのか、お薬を飲むことに取り組んでいたのか、カウンセリングに取り組んでいたのか、はたまた別の方法を試していたのかということまではわからないんですよね。だから、結局この数字というのは、もちろん一つのデータとして、一つの指標として理解しておくことはいいんですけれども、どういう対処をやっていたのかがわからないということは、別に2回繰り返そうが3回繰り返そうが
繰り返そうが根本的な要因に対処できていないのであれば、まあ、2回3回繰り返すっていうのも現実的にあり得ると思いますし、逆に3回4回5回繰り返していたとしても根本的な要因に対処さえすれば、僕はそのうつの治療ということだけではなくて、いつからでもどこまででも人って変わっていくことができるっていうふうに考えてるんですよね。そう、それだけ心の技術とか知識っていうのは人の人生を変えるすごい力があるんですよ。そう、皆さんにね、どれだけうつとか適応障害繰り返していても絶対に大丈夫、どこまででもいつからでも変われるからっていうことを伝えたいから、このような活動を2年以上やってるんですよ。だからね、いつも動画見てくださってる皆さん、本当にいつもありがとうございます。はい、僕を信じてね、ついてきてくれてる視聴者の皆さんとか講座生の皆さんには本当に感謝しかないです。いつも本当にありがとうございます。そう、だから話を戻すんですけど、じゃあどうしてこのように正しいと呼ばれている効果的と呼ばれている対処、まあ、いわゆる治療というものがあるにもかかわらず一定の割合の方が繰り返したり悪化してしまうのかというと、その理由が見えてきませんか？そう、確かに効果的なんだけれども一時的なんじゃないかっていうような疑問がここで出てきませんか？これ勘のいい方なら気づきましたよね。そう、つまりあなたが適応障害とかうつになるまでに至った状況というものを考えてみるとおそらくわかると思うんですよ。じゃあね、ここでは僕の例を出します。僕が適応障害になる前のスケジュールというのは朝6時に起床して7時から仕事を始めて、で、まあ、副業本業あったんですけれども、だいたい朝の7時から次の日の深夜2時3時までもう仕事に没頭し続けるという生活を4ヶ月くらい続けたんですよね。まあそれはずり何よって思われるかもしれないんですけど、まあもちろんその過労というもの、睡眠不足というものも僕は原因の一つであると思いますし、その他にも仕事がうまくできなかったとか環境の変化とか人間関係をねうまく築くことができなかったということも僕の要因としてはもちろんあるわけなんですよ。でです、ここが重要なんですけど、確かに不眠とか労働のストレスとか精神的なストレスというものは会社から離れて職場から離れて休養を取るわけですから、体調的にも精神的にも回復することが簡単に想像できますよね。例えばお薬を飲んだとしても気分が一時的に楽になったり、気分の上がり下がりというものを抑えることができるかもしれないから、確かにこれもその瞬間を安全に過ごせることにつながりそうですよね。じゃあ次、カウンセリング。例えば自分の気持ちを話したり、こういう悩みがありますということを話したり、まあこうこうこういうストレスの対処方法とかこういう考え方にしてみると楽になるんじゃないって提案していただいたら、まあまず自分の気持ちを話すということだけでも楽になると思いますし、そんな中でストレスの対処方法とか教えてもらうと、まあそれも気持ちが楽になったりはしますよね。でもです、ここがあなたに考えてほしいポイントなんですけど、じゃあこの休養を取る、お薬を飲む、カウンセリングを受けるということをやっていって、僕の根本の問題って解決しますかってことを考えてほしいんですよ。確かに体調は回復すると思います。症状もなくなってくると思います。でも結局その過労を溜め込んでしまった自己管理能力とかストレスの対処方法を知らないとか、自分のやりたいことがわからないとか、人とのコミュニケーションが苦手とか、会社の雰囲気に馴染むことができないということは、結局これって自分の問題ですよね。これは本当に僕が適応障害の当事者であり、今ではね1000名以上の方のお悩みのご相談を受けさせていただいたり、実際にオンラインスクールという形でうつや適応障害で悩んでる方、トラウマで悩んでる方、何か目標があるんだけど行動ができない、ネガティブな自分を変えていきたいというふうに悩んでる方をサポートするお仕事もしている当事者兼支援者だから言えることなんですけれども、結局大切なことというのはこれなんですよね。自分に向き合うことですね。はい、そうなんです。あなただけは実は分かってるんじゃないですか。自分が適応障害とかうつと言われたのはこれが根本の要因だったんじゃないかなとか、確かに職場の人は嫌な人だったけど、これからの人生で嫌な人がね目の前に現れない可能性がないということはないんだから、苦手と思う人にも円滑に対処できるコミュニケーション能力を身につければよかったんだなとか、ネガティブな自分で悩んでいるのであれば、じゃあどうやったらそのネガティブな自分でも大丈夫と思えるように変えていけるのかなとか、おそらくあなたの上司の方も病院の先生もカウンセラーの先生も親御さんも学校の先生も、あなたの根本の問題、あなたの根本の悩み、根本の要因というものは最初はねあなたにしかわからないんですよ。だからまずは自分で向き合うというこの考え方を知っておいてください。ここに気づけない以上はやっぱりこの統計のデータに当てはまる可能性っていうのは出てくるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということで自分に向き合ってください。ありがとうございました。とここで終わってしまうと、いや、じゃあそもそも自分で向き合うって何すればいいのってなってしまうかもしれないので、じゃあ具体的に自分に向き合うとは、根本の要因に対処するにはどうすればいいのかということをここからお話ししていきます。それはですね、結論から言うとですね、傘を身につけるということなんですよ。うつや適応障害の根本の要因に対処するということは、雨の日に外に出かけるという例を考えてみると分かりやすいんですよ。
でね、この雨ということ、天気ということがあなたの根本の部分です。あなたの、考え方であったり、不安であったり、恐怖というものであったり、このような感情とか考え方の部分ですね。じゃあ休養というのはどういうことなのかというと、例えば天気が雨、すごく気分が沈んでるとか、不安があるとか、恐怖があるとか、そのような状況の時ストレスがたくさんあるとか、そのような状況を避けるために安心安全な家の中で過ごすという対処ですね。はい、雨の日は外に出かけることはできないけど、天気が晴れであっても雨であっても曇りであっても家の中にいれば問題ないですよね。じゃあ次、お薬というのはどういう対処なのかというと、この私たちではコントロールすることができない天気ですね、天気を一時的にお薬という外部の力を使って変えるという方法です。例えば雨が降ってるんだけど、一時的に曇りとか晴れにすることによって外に出かけられるようになるというイメージです。じゃあ最後、カウンセリングというのはどういう対処なのかというと、カウンセリングはですね、やっぱり傘を持っていかなかったらこの人ってどうなりますか？めちゃくちゃずぶ濡れになりますよね。でも傘持ってないですし、自分を乾かす手段というものをこの人は持ってないんですよ。はい、だから家に帰った時に、技術を持っている方にね、お話を聞いてもらったりすることで乾かしてもらうというイメージです。じゃあまた乾いたら外に出かけられるようになりますよね。はい、でもまたずぶ濡れになっちゃうから、また戻ってきてまた乾かしてもらってまた出かけるっていうようなイメージです。じゃあね、もうあなたは気づいたと思うんですよ。休養を取ることは、雨が降っているから家の中で安心安全な環境で過ごすということ、そしてお薬というのはずっとはコントロールできないけど、私たちがコントロールすることができない天気というもの、私たちの感情とか不安とか恐怖とかストレスというものを一時的に変えて問題のない自分になっていくこと、そして最後のカウンセリングというのは、自分一人ではなかなか雨の中で過ごすことができないけれども、誰か専門的な技術を持っている方の力を借りてまた出かけられるように手伝ってもらう、このようにお話しました。でも冷静に考えてほしいんですよ。シンプルに、もうあなた自身が傘を使って出かければいいだけって思いませんでしたか？そう、気分の浮き沈みに関係なく、環境や人に関係なく、私たちがコントロールすることができない天気という部分をコントロールしようとするのではなくて、このような考え方とか不安とか恐怖があるのは、私たちにはコントロールすることができないから、それらをうまく扱うために、こっちも天気を変えようとするんじゃなくて、ただただ不安があっても恐怖があってもストレスがあっても大丈夫と思えるような傘を持って出かけられる自分になればいいだけだって思いませんでしたか？そう、だからこの傘というのが根本の要因に対処するということです。で、傘を身につけるっていうのはどういうことかというと、いろいろ大切なことはあるんですよ。ストレスの対処能力を身につけるとか、自己管理能力を身につけるとか、別にちょっと専門的に言うと心理療法とか認知行動療法を学んでいってもいいと思うんですけど、じゃあ傘を身につけるというのはたった2つでいいんですよ。この2つだけぜひ今日から実践してほしいなというふうに思います。まず1つは、あなたの好きなことを理解するということ、そして2つ目は、実際にその好きなこと、やりたいことに踏み出せる、実現できる、続けられる、行動できるメンタルを身につけるということです。これはね、両方ないとダメなんですよ。好きなことだけ理解しても実際に行動ができなかったら、やっぱり人って自己嫌悪に陥りますし、現にあなたもそうなんじゃないですか。好きなこと何ですかって聞かれると、やりたいこと何ですかって聞かれると、おそらく何かしら出てくると思うんですよ。歌手になりたいとか、世界旅行行きたいとか、誰々と付き合いたいとか、いろいろ出てくると思うんですよ。でもやりたいこと、好きなことあるけれども、自分にはできないと思っちゃうからこそ行動ができなくなったりしませんか？そう、だから行動できるメンタルですね。今までやったことがないとか、自分にはできないとか、自分には価値がないから今更何やっても無駄だっていう風に思ってしまうような、あなたの行動を抑制するような、やらないという選択を取ってしまうような感情とかストレスとか考え方というものをうまく扱って行動できるメンタルを身につけるということです。この2つだけはぜひ実践していってほしいなというふうに思います。この2つをやっていくと、むしろ適応障害とかうつ病と呼ばれる前よりも、自分のやりたいことも分かってるし、そのやりたいことに踏み出せる行動力も身についているから、あなたは毎日自分のやりがいに思うやりたいことを実現することができますし、それだけ自分の信念を持って行動してる人ってめちゃくちゃかっこいいと思いません？魅力的だと思いませんか？そう、だからあなたがそうなれるということなんですよ。なぜかというと、私たちは経験しましたよね。もう自分が惨めでたまらないとか、この先どうなるんだろうっていうような、簡単には言葉で表
表現できないような不安とかストレスとか孤独の寂しさとかね、たくさん経験しましたよね。その経験があるあなただからこそ、私たちだからこそ、こんな風に自分に向き合ったり、好きなことを見つけていったり、行動できるメンタルというもの、つまり新しいスキル、新しい体験というものをしていくことができるから、もちろんね、何の苦労もなく平坦な道を進むということもいいと思いますよ。でも私たちは一回レールを外れてぐーんともしかしたら下がってしまったかもしれないんですけれども、その経験があるからこそ今の苦しかった経験を補ってあり余るほど、周りの人と比べるわけじゃないですけど、周りをはるかに凌駕して、あなた一回りも二回りも適応障害になる前よりも、うつ病になる前よりも魅力的な自分になって、成長した自分になって、必ず人が溢れる人生というものを実現できています。この動画を見てあなたなら絶対に大丈夫なので、ぜひね、一緒にわからないことは学んでいって、なりたい自分を実現していきましょうよ。正しい対処をしていても、鬱を繰り返してしまった、もうどうすればいいかわからないと悩んでいる方のお悩みをね、もう100名1000名以上聞いてきた僕がいますし、実際に僕自身も3年以上行動できず、正しい対処をしていても結局これ自分が変わらなきゃ意味ないじゃんっていうふうに思った経験があるからこそ、このような今活動してるんですよ。だから最後には僕がいますので、絶対にあなたは大丈夫です。一緒に学びながら、なりたい自分を実現していきましょうね。現在ありがたいことに1700名以上の方がご登録いただいているこちらの公式 LINE では、うつや適応障害で悩んでいる自分に本気で向き合って乗り越えるという成功体験を通して、後悔しない自分を変えることができる環境を整えています。あなたのやりたいことを理解して、そのやりたいことに踏み出せる、続けられる、行動できるメンタルを身につけることで、自分を変えることができる環境を整えています。公式 LINE 内でしか開催してない特別な勉強会や特別セミナーなども開催しています。心が弱い、行動できない、継続できないという悩みを解決して、本気でなりたい自分を実現していきたいと思っている方は、ぜひこちらの公式 LINE のご登録をよろしくお願いします。はい、ということで最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。これからも人生を豊かにする様々な動画を配信していくので、ぜひ今のうちにチャンネル登録とその横のベルマークのチェックをよろしくお願いします。またこの動画が少しでも良かったと思ってくださった方は、ぜひ高評価とコメント欄に感想もいただけると嬉しいです。また身近に適応障害やうつで悩んでいる方、行動できないと悩んでいる方がいたら、ぜひこの動画のリンクをシェアしてあげてください。はい、ということで皆さん、いつもありがとうございます。今回の動画も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。あなたは絶対に大丈夫ですからね。いつもありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。